ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが霊夢、スーパーチャイニーズというゲームを知ってるか？知ってるわ。ナムコの3900シリーズにはお世話になったものよ。確かに他のソフトが5000円前後する中で、品質も良くて安いのは魅力的だったよな。しかし、スーパーチャイニーズがシリーズ化するほど人気だったのに、いつの間にか消えてしまったことまでは知ってるか？え、続編が出てたのは知らなかったし、消えたというのも気になるわね。そうなんだぜ。ということで今回はスーパーチャイニーズについて解説していくぜ。まずは、一作目のスーパーチャイニーズから解説していくぜ。一作目のスーパーチャイニーズは、1986年6月20日に、ナムコからファミコンで発売された、アクションゲームなんだ。スーパーチャイニーズはオリジナルタイトルなの？いや、アーケード版をファミコン版に移植したゲームだったんだぜ。難易度もそこまで難しくなく、誰でも気軽に遊べるバカゲーだったんだ。バカゲーっていう言い方は置いといて、誰でも気軽に遊びやすかったのは覚えてるわ。アーケード版には準永久パターンという、回転キックを利用した、無限増殖技が存在したんだが、おかげでゲームの寿命を縮めてしまう結果になったんだぜ。アーケードゲームは、何度も課金してもらってなんぼの世界だものね。ちなみにアーケード版は、タイトーから発売されているんだが、ファミコン版では、ナムコに発売元が変わってるんだよな。ファミコン時代のメーカーも、随分減ったもんよね。最初にバカゲーとは言ったが、ワープ機能があって楽に先のステージに、進めようとすると、敵やトラップの激しさ、宝剣の取り忘れなどを誘発して、罪の状態になりやすいから、意外と甘くもないんだよな。さてお次はシリーズでも最もヒットした人気作の、スーパーチャイニーズ2なんだぜ。自分でも意外だけど未プレイなのよね。スーパーチャイニーズ2は、1989年5月26日にカルチャーブレインから、ファミコンで発売されたんだ。え、ナムコじゃないの？カルチャーブレインというメーカーも、あんまり聞かないし、それで覚えてないわけだわ。カルチャーブレインといえば代表作は、飛竜の剣ぐらいだからな。でもスーパーチャイニーズ2が、人気となったのはアクション RPG に、ジャンル変更された影響が大きいんじゃないかな。とりあえず RPG にしとけば売れる時代だったのね。正直そこは否定できないな。それでも、アクションと RPG の面白さをうまく活かした、システムで、シリーズでも全盛期となるほどの人気作になったんだぜ。何が魅力だったの？まずはアニメや特撮キャラタレントに至るまで、パロディ要素満載で楽しませてくれる点だな。今だとアウトと言われてもしょうがないぐらいに、弾けたパロディがぶっ込まれていたんだぜ。それは興味あるわね。それと、2コントローラーのマイクが必須になる場面があって、ニューファミコンなどマイクなしのゲーム機でも、2コンの下プラス、A をした後に、A 連打で突破は可能だが、2コンは必須となる仕様だったんだ。今の子に、ゲーム機の2コンだけにマイクがあることを説明しても、さっぱりわからないでしょうね。しかも、ファミコン中期であるのに関わらず、セーブ機能がないんだぜ。代わりに約束の言葉で、再開できるんだが、どんどん長くなっていくので、記録が大変だったんだ。パスワードにまつわる話は盛り上がるわよね。私の場合は、ドラクエぐらいしか利用した記憶がないけど、パスワードが合ってるかどうか、ゲーム再開時の緊張感はすごかったもんよ。今みたいに、スマホでお手軽カメラという時代でもなかったからな。次は3作目のスーパーチャイニーズ3だ。スーパーチャイニーズ3は1991年3月1日に、カルチャーブレインから、ファミコンで発売されたんだ。3作目もアクション RPG？ その通りだ。ただし、戦闘バトルに変更があってしゃがんでかわす、敵を持ち上げる、持ち上げた敵を投げる、敵の落とした武器を奪う、壁をよじ登るといった、アクションが増加して、クニオくんシリーズのようなアクション性になったのが特徴だ。クニオくんも流行ったわね。ただ、スーパーチャイニーズであるのにもかかわらず、なぜかカンフーから、忍者へとキャラクターシフトされてしまって、前作や前々作のファンからは、違和感を抱かせる結果になってしまった、悲しいソフトなんだぜ。それにしてもどうして忍者なの？どうやら北米での販売展開が、絡んだ影響だと言われているんだ。さらに、発売当時のアメリカでは忍者ブーム真っただ中だったために、忍者が親しみやすかったことも踏まえて、シフトチェンジをせざるを得なかった背景があると思われるんだ。アメリカあるあるだけど、日本で違和感にしかならないのは当然よね。しかもゲーム内容の劣化部分も多いんだぜ。BGM や一部のグラフィックは、前作とほぼ同じで使い回し感が否めないんだ。さらにグラフィック面では、劣化してキャラの口元が動かなくなったんだ。さすがにここまで劣化すると、人気が落ちるのも仕方ないわよね。そうだよな。その上、ボス戦ではサイドビュー方式の RPG のコマンドバトルが採用されて、アクション要素は一切なしなんだから、どんどん普通のゲームになっているんだぜ。ここからはスーパーチャイニーズワールドと、タイトルに変更が入るんだ。スーパーチャイニーズワールドは、1991年12月28日に、スーファミで発売されたアクション RPG なんだ。スーパーチャイニーズシリーズ初の、スーファミ作品であり、スーパーチャイニーズワールド第一作目にあたるんだぜ。具体的には何が変わったの？スーファミ用ソフトだということぐらいだな。嘘でしょ？強いて言えばファミコンでスーパーチャイニーズ3が、ゲームボーイで、スーパーチャイニーズランド2、宇宙大冒険が、
発売されてから、わずか1ヶ月後に発売されたってことぐらいかな。あまりにもリリースペースが早すぎて、嫌な予感しかしないわ。スーパーファミコンでの発売にもかかわらず、相変わらずパスワード式だしな。スーパーファミコンで出した意味、しかもゲーム進行に伴って、入力文字数が増えて面倒になっていくおまけ付きだぜ。スーパーチャイニーズが消えていった理由が、よく理解できてきたわ。普通のゲームだったら、この時点でシリーズ終了なんだろうけど、スーパーチャイニーズは、この後も発売が続いたんだぜ。まったくもってそれが一番の疑問すぎるわよ。次に発売されたのが、スーパーチャイニーズワールド2だな。1993年10月29日に、スーファミで格闘アクション RPG として発売されたんだぜ。しれっとゲームボーイでも出してるし、そんなに需要があったのかしら？ゲーム全盛時だったから、おせおせで発売されていた部分はあるかもしれないな。スーパーチャイニーズワールド2に関しては、忍者路線が長らく続いた前作までに対し、久々にカンフー路線に戻したんだ。やっとアメリカの忍者ブームも落ち着いたのかしら？カンフー路線に戻したことで世界観と、システムがガラリと変化しているのが、今作の特徴だな。システムの変化？ボス戦を含む戦闘によるアクション面が、対戦格闘ゲーム風にアレンジされていて、前作でのもっさり感は解消されているんだ。さらに本作以降からカンフーに回帰し、レベルアップで習得する機構術と、必殺技も追加されたのが大きい変化かな。もともと日本は、昔からカンフーの人気自体は高いから、こういうゲームデザインのものの方が、受けがいいのは間違いないわよね。その通りだぜ。コマンド RPG でもアクション RPG でもなく、対戦格闘ゲームを、戦闘に導入してすることで、RPG の探索、成長要素と格闘ゲームの駆け引きの、両方が楽しめるのが魅力だよな。また前作のもっさり感が解消されたことにより、キャラの闘神も上がったことで、スピーディーで爽快感のある、バトルが展開できるようになったのが、人気の秘密だぜ。確かにこれなら遊んでみたいと思える内容ね。他にも、ジャックという2必殺技が追加及び差別化されたのも大きな変化だな。今までコマンド入力で出せる必殺技は、ミラクルキックしかなかったんだが、追加で飛竜の剣、飛空旋風脚、ノババスター、プロミネンスパンチなどが増え、ジャックというの性能が差別化されたんだ。この仕様のため、一人用プレイではゲームスタート時に、ジャックというの、どちらかの選択が可能になったんだ。今までが何だったの？っていうぐらい良くなってるじゃない。そもそも、これまでよく一つの必殺技だけで遊ばせてきたわね。また特定の条件を満たすと闘神の高い、ハイパーチャイニーズに変身できるようになるんだが、A ボタンで通常のキックができるようになり、さらにコマンド入力で必殺技が出せるんだ。簡単に必殺技が出せるのは、格闘ゲーム初心者には嬉しいわね。Y ボタンプラス B ボタン同時押しで大技、十字ボタンプラス Y ボタンプラス B ボタン同時押しで、対空技、十字ボタンプラス Y ボタンプラス B ボタン同時押しで下段技、敵に近づいた状態で、十字ボタン右矢印プラス Y ボタン同時押しで、投げという攻撃も可能なんだぜ。見事に格闘ゲームになってるじゃない。それと、前作まではチャイニーズランドのみだったのが本作では、スーパーチャイニーズランド2宇宙大冒険同様に、各惑星と宇宙全体がワールドマップとして再び採用されたんだ。結局、一番ヒットしたスーパーチャイニーズランド2の仕様に戻したわけね。あとは隠し要素も大事だよな。ボス戦で隠しアイテム、ターボブースターを使用すると、ゲームスピードが高速化して、よりスリリングなバトルを楽しむことができるんだ。それはボス戦が盛り上がりそうね。ただし、ターボブースターの入手場所はゲーム内では明言されないから、自分でちゃんと見つけてくれよな。さらに攻略に役に立つ裏技が豊富なのも魅力だな。前作同様に、意表をつくパスワードが用意されているんだ。例えばどんなパスワードなの？買い物と入力すると、武器やと防具やなどのメッセージが見れるモードが入り、都市予感で、イベントなどのメッセージが見れるモードが入れるんだぜ。今で言うところの、クリア後のお楽しみ要素みたいなものね。その通りだ。攻略に役立てることも可能だが、もちろんゲーム中ではわからないし、書籍や攻略サイトを参照するしかないので、救済措置とは言えないんだぜ。あと当然だがラスボス攻略がシビアだな。第一形態では、スーパーディフェンスでの反撃をしないとダメージが与えられないので、これに気づかないと勝てないんだ。スーパーディフェンスに頼ってこなかった、プレイヤーはここでつまずく仕様になっているんだぜ。こういうギミックの秘密を探すのも、ゲームの醍醐味よね。そうなんだ。でもラスボスの通常技は、すべて上段攻撃だからいかにも、スーパーディフェンスで反撃しなさいと言わんばかりに連発してくるから、子供でも気づくのに時間はかからないだろうな。またクソ仕様として、前作に続いてダンジョン内などで装備を入手すると、今まで使っていた装備を、強制的に捨てられてしまうのも健在なんだぜ。そこは自分で選ばせてちょうだいよ。甘いな霊夢、後で使わなくなった装備を、店に売ってお金に変えようなどというのは通用しないぞ。ち、バレてたのね。それと最強クラスの装備は普通にプレイしていると見落としやすいんだ。プロミネンスパンチ、レベルカウンター4、ソーラーブレード、ソーラーハチマキは、
グレートダイビンガーのアイテム屋で購入できるぞ。プラズマシューズ、ネデュラクロス、ネデュラハチマキはソーラリウム行動と、イベント性のアイテム屋と、隠しアイテム屋で購入できるんだ。マリサシレット結構なネタバレじゃない？まあ今からプレイするような人なら大丈夫だ。あとサイコハチマキは、ダイゴルゴンの宝箱で入手するしかないから、普通にプレイしている人は、見落としやすいから要注意だな。あと最強のパンチ極楽パンチは、ダイゴルゴンのアスレチックステージの、分岐ルートを抜けた先の、隠しショップで売っているぞ。ただし、普通にプレイしていてはまず手が出ないほどの、高価なアイテムだから覚悟して金策に励むんだぜ。通常プレイでは、まず手に入らない金額っていうのが最強装備らしくていいわね。だけど到達難易度からして厳しいものであるからな。マグマ地帯の見えない足場を渡っていかなくては、ならないし当然落ちたら一発ミスなんだ。なんて場所まで行かせるのよ。罪防止のためか、このマグマ地帯はすぐ手前に脱出口が用意されていて、そこには最強の剣、時空剣の入った宝箱があるんだけどな。最強の剣のためなら、見えない足場も見えるようになるわ。他は、特定のコマンド入力によって必殺技をためなしで出せたり、隠し必殺技が出せるんだぜ。隠し必殺技は熱いわね。これを知っているか知らないかで、強さが段違いなんだ。とあるボスキャラは完全ハメが成立する投げ技まで持っているんだからな。これは思ったよりやり込み要素もありそうね。それと、相変わらずこのゲームの開発者はパロディが好きなんだ。まあそこは開発者特権みたいなところもあるわよね。宇宙一武闘大会での対戦相手たちは、格闘スタイルとネーミングがどこか狙ったような、メンバーが多いんだぜ。例えばどんな名前なの？わかりやすいのはボクサーのアストロジョー、プロレスラーのバーバリアンババ、柔道家のサイドウコガなどだな。アストロジョーはイケてるわね。終盤の熱い展開も見逃せないよな。本作のラストダンジョンは、ルート分岐ありのアスレチックや復活ボスとの再戦など、いかにもラストにふさわしいシチュエーションが、散りばめられているんだぜ。もはやベースとなる基準が低すぎたから、当たり前のことでさえすごく感じるように、なっているのは納得いかないけど、急にやる気スイッチ入ったわね。VS モードの追加も格闘アクションとしては大事だよな。今作は格闘ゲームらしく、プレイヤー同士の対戦が楽しめる VS モードが追加されたんだ。ジャックユーのみならず、武闘大会で遭遇したボスキャラも使用できるんだぜ。時間制限、ハンディキャップ、対戦ステージなどの、設定も可能と、これだけでも十分遊べそうだよな。踏み落ちない部分はあるけど、これでスーパーチャイニーズの、シリーズがこれだけ続いた理由も少し理解できたわ。プロデューサーのアカデミア夢の助氏によると、本作は、一旦完成したものを全部作り直したらしいんだ。結果として、開発費がおよそ3億5000万円ほどかかったとかいう噂なんだぜ。結果的には見事な内容になっているし、いいものを作るには妥協はできないってことを、見事に体現しているエピソードね。実は霊夢が言う通り格闘ゲームとしてもゲームは発売されたんだ。やっぱり流行りに乗らない手はないし、ベースは出来上がってるんだから、そりゃ作るわよね。スーパーチャイニーズファイターは1995年1月3日に、スーファミで発売された格闘ゲームなんだ。スーパーデフォルメキャラの格闘ゲームなので、子供向け単純操作と思われがちだが、コンボ、対空技、空中投げ、バックステップなど、基本部分はしっかり作り込まれており、キャンセルコンボ、投げ受け身、フェイント、カウンター技、ゲージを貯めての、ダッシュ技、超必殺技、さらにはアイテムシステムなど、有名格闘ゲームと比べても、引けを取らないシステム量なんだぜ。スーパーチャイニーズファイターシリーズも、ゲームボーイで他に2作品出てるのね。気になる人はチェックしてみるのもいいかもしれないわ。お次はスーパーチャイニーズワールド3だな。スーパーチャイニーズワールド3は、1995年12月22日に、スーファミで発売されたアクション RPG だ。格闘アクションじゃないの？一応格闘アクションは残っているんだが、これもゲームの難しいところで、前作で格闘アクション制になったことから、レベルアップによる、誰でもクリアできる RPG 要素が薄くなってしまったんだよな。あくまでメインユーザーは子供だということを考えると、今みたいな高難易度のゲームが、認知されるような時代ではなかったということなんだぜ。確かにフロムの死にゲーでさえ、エルデンリングが発売されるまでは、まだ敷居が高かったものね。そうなんだ。前作は、格闘ゲームがある程度得意な人なら、問題ない良作だったんだが、ターン制の古き良き RPG を求めるタイプの、ユーザーからは不老の声もやっぱりあったんだよな。そこで考えられたのがバトルシステムの選択制なんだぜ。どういうことなの？アクション RPG と、コマンド RPG が選択可能にしてしまったんだ。コマンド RPG モードでは、戦闘中にコマンドの選択で敵と戦える上、合体技の使用も可能で、アスレチックステージが廃止されているんだ。アクションが苦手な人でも、クリアが可能だしかなり思い切ったシステムだよな。それに伴って操作方法が変化したんだ。X ボタンが旋風鏡、ガードが A ボタンと、十字ボタン右矢印2回押しプラス Y ボタンがダッシュ攻撃と、大技が通常攻撃の連打で出せるようになったんだ。確かにこれなら格闘ゲーム苦手でも大丈夫そうね。さらに十字ボタン上2回押しで、奥へサイドステップと、
十字ボタン下2回押しで、手前サイドステップできるようになったんだぜ。まさに注文の多い料理店って感じだわ。格闘ゲームについては、これで問題解決ってことかしら？そこは、人間は欲の塊と呼ばれるだけあって、今度は前作ファンから不満が出たんだよな。今まではメーカー側の問題が大きかったけど、いざ洋ゲーが作られると今度は、ユーザー側の問題が出てくるのが、客観的には面白いわね。確かにな。格闘戦闘に特化していた前作に対して今回は操作の簡略化などから、従来のアクション RPG よりに戻ったわけなんだが、バトルシステムを選択可能にすることで、複数ユーザーのニーズに、応えようという心遣いは称賛されるべきだったんだが、それがコマンド RPG とアクション RPG という、前々作以前の形式というのが、前作ファンを落胆させた理由なんだよな。まあ見事に今までの手抜きがブーメランで戻ってきたわけね。でも他にどうしろって感じもあるわよね。せっかく前作で格闘アクションが受けたわけなんだから、本来なら、もっとその部分を尖らせていくべきなんだろうけど、無難な方向へ流れてしまったのはもったいないよな。ここでユーザーに媚びるか、気にせず特化させるかで分かれ道になるんでしょうね。また、シリーズおなじみのジャックとユーに加えて、同年の1月に、発売された対戦格闘ゲーム、スーパーチャイニーズファイターに登場した、リンリンと本作の新キャラクターシュンの2人が登場するぞ。さっき紹介された時からタイトルが非常に引っかかってるんだけど、ここではあえて触れないことにするわ。ワールドマップは、各世界が舞台で最初はチャイニーズランドから、ゲームがスタートするんだが、ゲームが進行するごとにダイナソワールド、ビューティフルワールドバトルワールドに行くことができるようになるんだ。前作にあった VS モードも健在だぞ。これだけ見ると、格闘要素以外は正当進化しているように見えるわね。あとは、戦闘形式で難易度が激変するラスボス戦も問題になったな。前作のような、スーパーディフェンスを使わなければ倒せないといった、仕掛けはないんだけど、今作のラスボスはまた違う要因で厳しくなっているんだ。違う要因？ラスボスは、複数のパーツがそれぞれ攻撃を仕掛けてくるんだが、これがコマンド形式の戦闘では、非常に厳しい戦いとなるんだ。通常の雑魚戦が、一度に3体程度なのに対し、このボスだけは、その倍以上の数が一ターン内に行動してくるんだぜ。それはさすがにきつそうね。飛行術を取り入れしのいだり、強力な全体攻撃で、素早く数を減らすなどしないと、到底勝ち目はないと言っていいんだ。まあラスボスは、それぐらい強いくらいでちょうどいいかなとは思うけどね。しかも今作もパスワードコンティニューは続行だからな。ここまで来るとメーカーのこだわりとまで考えてしまうほどの堅くなさよね。また今作が一応の完結編ということで、おなじみの悪役銀柄魔王との決着は、一応つくんだぜ。あら、完結編なのね。敵のディメトロンは、ウルトラチャイニーズになったジャックとユーに倒されて、さらに銀柄魔王が最後の切り札として、ディメトロンと合体し、銀柄ディメトロンとして、パンドラの箱を奪おうとするんだが、またジャックとユーに敗れ去るという形で、銀河軍団は壊滅するという、ストーリー展開となったため、スーパーチャイニーズワールドは、完結を迎えたんだ。最初のやる気のなさから考えれば、ここまで続いたのは奇跡みたいなものね。他の変更点で言えば今作は、戦闘開始時から常にハイパーチャイニーズ状態なんだぜ。どういうこと？前作ではハイパーチャイニーズになっても、戦闘開始前はスーパーチャイニーズのままだったんだが、今作では、ハイパーチャイニーズのまま戦闘が始まるんだ。なるほど。ただしゲージがゼロになると、スーパーチャイニーズに戻ってしまい、弱体化して、Y ボタンでまたゲージをチャージしなければならないから、その点は要注意だ。あとは細かい問題点を挙げていくと、ウルトラチャイニーズの長所と短所がないんだぜ。ハイパーチャイニーズの上ができたのね。その通りだ。終盤でウルトラチャイニーズになっても、戦闘ではハイパーチャイニーズのままで何の変化もないんだ。まさかの意味なし？ただのお遊びのイベントシーンに過ぎないという見方さえできるぐらいだからな。過度な期待は禁物なんだぜ。またなぜか16ビットから12ビットに減少したために、色数が減っているんだ。そんなことってあるの？ドットの書き込みが劣っているわけではないんだけど、前作やファイターと比べると、ややチープに見えるよな。ところが、本作の出荷数は前作より少なくて、プレミア化しているんだ。前作同様ジェネックスから発売された、レトロゲーム互換機、レトロデュオで遊べる、16ビットコレクション、カルチャーブレインボリューム3に収録されているんだぜ。何がきっかけでプレミア化するのかわからないものね。ということで、今回はスーパーチャイニーズについて解説してきたがどうだったか？アクションゲームから始まり、RPG、格闘とジャンルを変更して、シリーズ化を継続はさせたけど、肝心の中身の劣化が激しくて、ファン離れが進んでしまったのは残念だったわね。まあ最初の頃の手抜きがなければ、もっと評価されていた可能性はあるよな。でも最初の頃こそ、開発元のカルチャーブレインの技術力では、スーパーチャイニーズ2がピークで、その後は目新しいアイデアが、取り入れられないから、ナムコに開発を戻した方がいいのかと思ったけど、スーパーチャイニーズワールド2で、格闘アクション RPG としてヒットさせたのは、
見事だったと思うわ。カルチャーブレインは、スーパーチャイニーズと飛龍の剣シリーズが、二枚看板だっただけに手は抜きつつも、抑えるべきところはきちんと抑えてた感じだよな。ちなみに今も会社名は変わりつつも、生き残っているんだから大したもんだぜ。みんなも、スーパーチャイニーズに対する意見や思い出があればコメント欄で教えてくれよな。それじゃ次の動画で、またねー。